グアラニーのイエズス会伝道諸軍群は、ブラジルとアルゼンチンにまたがるユネスコの世界、遺産登録物件。17世紀初頭に、グアラニー族への伝道を開始した、イエズス会は、グアラニーのキリスト教家を進めるための拠点として、いくつもの伝道書を築いた。これは、同時に平和な理想教の形成も起としたものであって、プランテーションなどでの強制労働や奴隷狩りから、逃れた。 先住民たちもかくまった。グアラニー族が住む、現ブラジル南部、アルゼンチン北部、パラグアイ南部などには、いくつもの伝道書が築かれ、共同体での生活が営まれていた。しかし、1767年に、スペインをカルロス三世が発した、アメリカ大陸からのイエズス海水法令によって、伝道書の共同体生活は崩壊した。ブラジルの登録物件、 サンミゲルダス・ミソン・イスの遺跡群は、リオグランデドする州のサント・アンジェロにある。登録されている4つの物件はいずれもミシオネス州内にある。1983年に、ブラジルのサンミゲルダス・ミソン・イスが単独で登録された。登録名はそのまま、サンミゲルダス・ミソン・イスの遺跡群とされた。翌年に、アルゼンチンの関連4施設が、 グアラニーのイエズス海伝道施設群として新たに登録されるとともに、前年登録されていたブラジルの遺跡もここに含まれることとなった。ただし、現在のユネスコ世界遺産センターの扱いでは、事実上、サンミゲルダス・ミソニス遺跡を拡大登録したものとして扱われている。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし、登録された。 世界遺産登録では、なぜか、綴り字記号が落ちているが、この遺跡の正しい綴りは、ソーン、ミゲルダズ・ミスソスである。全体の登録物件名では、ラが脱落しているが、登録物件の個別 ID ではきちんと、ラが付いている。第8回世界遺産委員会レポートの当該箇所、世界遺産 ID が275ビスになっているからで、ある。ただし、 登録物件の個別 ID は ID291 の小番号になっている。ありがとうございます。